はいえっ、ー、とですね Google のハムトゥーサーチっていう鼻歌検索自分で鼻歌を歌うとそれを Google が検索してくれるサービスっていうのが、えー、日本語でも始まりましたほんでですねやり方はですねまあ基本的にはモバイル版のスマートフォンの検索のやつでやります Android だと、えー、Google のアプリで えー、検索のところでマイクを押しましてでおっとっとマイクを押して曲を検索っていうのをタップしてやるとその鼻歌を「はあはあ」とかやってるのをえー、なんだ調べて、えー、表示してくれるというサービスですでこれどうやって実現してるかっていうと曲自体をグーグルが鼻歌にしたデータを、えー、機械学習で作って そのデータと入力された鼻歌が一致するかを、えー、検索するという、えー、サービスになっています。なので、Google が初めに、えー、鼻歌データベースみたいなのを内部でつ作ったっていうことですね。その鼻歌と、えー、自分がハンハンって言って歌う鼻歌が合ってれば、えー、その音楽が表示されると。で、これがですね、あのー、 今のところ10秒ぐらい鼻歌を歌わないと、えー、認識しないそうなんですけども実際に本物の音楽を聴かせると一瞬で、えー、検索が検索できるやつもある,あるんであの完璧にもう完璧に口で再現できればもっと短い時間で、えー、表示できるみたいですね。まあそんなことはともかくとして実際にこれやってみますねこれね。 で、今やってみますね。あ、ちょっと今これだ、あれだな。今しゃべってるからな。これの状態で、返事繰りになっちゃうな。もう一回やろう。認識していますって、このところで、曲を検索っていう、曲を検索っていうのを押します。で、これからね、試しに、これから試しに、あいみょんのマリーゴールドを鼻歌で 再現してやってみますね。てってれーって言ってあの、みたいな感じで、うん、やりますからね。てれてれてれててれ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 てて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 て てってれって言うだけでなんだろう花その音楽を認識してくれる探してくれるっていうのが楽しいサービスですねじゃあ次はですねなんだっけ米津玄師の「レモン」どういう歌だっけ「レモン」あてってれってれれだな「テレレレレテ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 レ」 テレ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 レテレレこんな感じでも、えー、検索に引っかかるというこれがね楽しいですねこれやっててね次はですねえー、ちょっとあの古いけど今バリバリにや,やってるのかなのあのあの音楽をえー、なんだわかんなくなっちゃった 「暴れん坊将軍」でちょっと歌いたいと思います。テレテレね。「テレレレレテレれレレテレれレれテレれレれレテレレレれデータくれないくれない認識しましたね XJAPAN のくれない」。

ビヨンド・ザ・タイム、出ました背泣き。なんだこれあれ ?TM ネットワークが出てこねえな。TM ネットワークが28%。違うの方が上になってますね。まあいいや。今度は洋楽だね。えー、ワン・リパブリックのあの曲をにを、に挑戦してみましょう。

てれ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 れてれてれてれレれゥれてれててレてッテンてれテルドゥイングリッシマンインニューヨーク出ました20%こんな下手くそでも認識してくれます次に次に何にしようかな MJ にしよう MJ あ MJMJ でいいか

テレレテレテレテテレテテレテレテテレ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 ヒールズワールド出ましたマイケル・ジャクソンこんな感じでハムトゥーサーチ遊ぶと楽しいですという Google 鼻歌検索の紹介でした